期せずして3年生トリオになりましたね。うん、行くか。エパトラ、恐怖、感電、動揺、氷結、うん、混乱も。メパトラってすげえ。よっしゃ、行こう。3体。あ、開幕。どれがいいかな。落下じゃ、あ、じゃん、いや、こいつか、こいつしかねえ。よし、行こう。やばそう。普通の敵じゃありません。油断しないでください。で、サラス場にして、ふふ、えい、着地しました。今ならボコれる。やっとくか。いけ。ドンケヘル。まあまあ。荒垣さんか。お、おいしい。もう一丁。マハラくんだ。これデクンダしたい。どうしよう。こいつ足りない。で、テンタラフが効くみたいなんですけど、決まるかな、うまく。おいしい。あぶねえ。おいしいけどあぶねえ。着点をつきました。今ならボコれる。やっとくか。やるか。ミツル様ディアラも持ってるよな。よいよい、いいぞ。とりあえずこいつ。よし。体力も残りわずかです。注意してください。やべえ、ディアットもいいです。一回マハブフ。敵は総崩れだ。一掃する。ダウンさせっか。覚悟。ダウン通過。打ち漏らしたか。うん。回復。あれ、回復なかったっけ？っていうか、ディアラマ、あれ、こいつディアラマ持ってるやつ、あ、いた。だけど大丈夫かな。まあ、大丈夫だろ。荒垣さんも回復だな、これ。とりあえずまず1体。タルンダとかやる。
ディアラマ。手がかかるな。ディアやんなくてよかったやつ。敵が。ヘル。サラスバティ。やべえ。敵が立ち直りました。減る。これどうしよう。メディパとか使って使ってこう。敵体勢を立て直しました。嘘でしょ。先輩が。違いし、反言は、あー、違いし。真田先輩が危ないです。マンハルフ。弱点をつきました。今ならボコれる、やっとくか。いや、仕方ない。あー、つれーな。真田先輩のダメージは心配です。注意してください。一体落としてな、とりあえず。この状態ってテンタラフできたっけ。やってみよう。ダメなのかな、気絶だと。ダメか。真田先輩のダメージは心配です。注意してください。メディラマ、メディラマ持ってるやついる。ディアラマ、メディアか。メディラマ何巻つけとけばよかったな。うん、復活。体勢を立て直しました。コンセケンタでやらかしちまったな。そのまずい、荒が来てる。次で倒す。あ、敵が。マハラくんだ。それはいけない。防御力に下げられてます。体力、まずとりあえずマハブフやってダウンさせてテンタか。敵は総崩れだ。一掃する。これだ。一体だけか。まだ落ちねえ。食いしばり。サラスバ。でもどうしようこれ。もう行っちゃうかこれ。行くか。まずいな。新垣先輩のダメージ深刻です。気をつけて。回復できるやつ。このゲーム魔石ってないんだっけ。リンどうすっかな。これ宝玉リン、宝玉ないっすかね。宝玉中回復か。中回復まれに副作用あり。マッスルドリンクやるかもこれ。中速回復ダメだ。100しか回復。ミツル様ヘルトナ片っぽ。防御力が下げられてる。もうリン使うか。無理だ。
防御力下げでくんだ使うべきだったか使うべやられちゃうこれ まずいこれだデッドエンドこれがピヨってくれればダメかいやマジですかつれ君はまたそういうほら行け縁の錆にしてやるあ結構減った来たもう一発もう上等だおいしい野郎が最後だ防御力が下げられてます体力に気をつけてしれや一掃するいやここは一回覚悟これでいこうしぶといなまだ生きているか防御力が下げられてます体力に気をつけて探すディアラマディアラマディアラマもしてあげたいリアナかてか、デクンダ。デクンダが欲しい、マジで。あ、デクンダ持ってんのがあれか。あれディアラもあったあった。デクンダ持ってんのがあれか。ナルキストスか。すげえ。めちゃくちゃ手こずったけど、なんとかなりそうっすね。いや、まだわかんねえぞ。つえ、荒垣かっけー覚悟安いな行け真田さんやったどうにかなった危ねえマジで一応さんは2回ほどお亡くなりになったけどレベル足んねえのかな一撃だったもん粉砕されたもんな単言庫どうすっかなパーティーうんまあレベル純平さんなどアイギスか、うん、まああのちょっと一回戻りますか、うん、まあ知っての通り俺あのレベル開くの嫌いなんですよねでちょっと上げた方がいいかなこれさすがにまずい気がするすげえまずい気がするえちょっと待って純平真田アイギス荒垣さんでも外したくないなちょっと待ってじゃあ純平の代わりにアイギスを入れよう根性を見せるでありますちょっと待って待って荒垣アイギス純平にしたらもう完全にのんきにすごいことになっかんなよっしゃ行こうかあなんか上行っちゃった何度か勝てましたけど次のボス何回だよっしゃ行こうアイギスといえばデクンダ持ってんだっけまだか先かいずれ覚えるよなでもうん装備戻すか荒垣さんは、ああ、これでも重複すんだっけ第一シール。真田さんはね、アイギス。
アイスカウンターつけとくか。これで良い多分。あれ取ったっけ、取ったの、さすがに取ったの。うん、慎重に。マザー、あれマザー何回とかって言ってたっけ。126からか、もう少し先からか。こいつなんだっけ、強敵ですが。ムドだっけ。闇の力に弱いよ。ムドか。ムド、ちょっと待って。っていうかあれだね、こいつはちょっと育てるか。敵残数2です。どうしよう。まず一体減るね。強い、クリが出る。あ、そっか、判断任せるにすればよかった。うおお、耐えた。耐え。アイリスよく耐えた。500。あれで500だもんな。よう耐えたわ。ペルソナ3はでもあれっすよね、レベル99にするとなんか999になるのはちょっと嬉しいよね。4も5もなんないかな。ただ5はプロテインっていうのを使うとかなり上がるんで。湿ったプロテイン。先制のチャンスです。敵4体。ジオマハディオ、無駄遣いしてくさい。敵まだ4体います。あ、これいける、いけるやつ。やめんな。荒垣さんのクリティカルのボス超かっこいいよな。どっちも好き。真田先輩、敵を撃破。たたた、とどめを希望します。ラミアにしない。早いか、まだ。まあ、いった。まだ敵は3体です。気をつけて。死ぬてやな、こいつ。はい、残数2。ドン。つえ、マジつえ。猫魂。発射であります。その目を希望します。よし、オルギア行くぜ。あとはね、判断を任せるにしよう。ウリ、あ、終わった。経験値来るかな。あー、来ませぬ。なんかかっこいい名前のやつが手に入った。落下じゃか。誰の武器なんだろう。これか、下がるんだ。惜しいな、1個前の、うん、これ1個下か。すげえ、3万とか出るようになってきた。50万。たまるな、やっぱ3は。騎士、こいつは確かガール。強敵ですが、疾風の攻撃に弱いようですね。どうしようかな、なんか、まあいいや、やるか。
なんだかんだでもう少しで上がるフォルテナさん。先制取れてる。弱点をつきました。時間を待っていた。今だ。ほーん、ドンケ減る。結構減る。全然余裕だこれ。そんな。エビゾの中が当たるんだよね。せっか。ああ惜しい。む、俺か。真田先輩、敵を撃破。チオンが。俺はやつだけだ。マハムド覚えてんだよな。素早さが落とされてます。気をつけてください。ラミアにする。いける。ああ。ゴミ掃除完了だ。オッケー。誰かんつけっか。メディラマもったいねえよな。メディラマ、メディラマ3つあんだよね。リアナでいいか。リアナにつけよう。うん、いっぱい作っといたかんな。次のボス何回だろう。うん、あとあれか、救出も。あー、敵みたい。強敵ですが、今なら先制できそうです。いけっかな。あー、ていうかあれだ、猫少女すんの忘れてた。スクカジャオート行け。もう一回、もう一回やっちゃう。あー怖え、マジで。あ、これ結構上がんじゃないか。2000ぐらいいったり4000。2000どころじゃなかったっす。くっそ上がった、いきなり。わあ、みんな上がった。そらそうだよね、2000度。そんだけあれか、レベルが。大蜜のつけとこ、とりあえず。とりあえず大蜜のやけくそ防御か。まあ、やけくそはな、まあ状態上の中でも、うん、敵次第なんだよな。カウンター持ってる敵にはかなりめんどくさいスキル。カウンターっつうか、うん、物理反射。そういうのがね、あの後日談にね、結構いやらしいのがいたんだよね。うん、マザーが次の回からか。ダメ、いかっちった。スティックがなんか傾く。傾くっつうか、あの、まあ、上入れたらなんか上のまんま戻ってこないって言えばいいのかな。ブフでしょ。強敵ですが、今なら了解。分析してみます。絶対ブス、ブフでしょ。ブスって言いそうなっちゃった。バドも覚えねえのか、サラスワティ。なんかないかな。ブフ持ってるやつ。うん。よし、今のまんまで、サラスワティでいい。まだいけますよ。ほら、おいしい当たり方。続けてどうぞ。今なら誇れる。これ意外といけんじゃん。硬いイメージあんだけどな。マッカ
通る？あ、通る。これ一体です。氷が弱点です。あ、全然普通だ。発射であります。とどめを希望します。かっけー。スタイリッシュ自殺。スタイリッシュ自殺が炸裂した。